1972年に復帰して、っと年ですね、2012年は復帰40周年に当たります、その復帰40周年を記念して、ですね県民に親しみを持って長く愛称できる沖縄らしい県民愛称家を決定することになりました。 そそれで、えっと、その県民愛称歌を、えー、広く、えー、皆さんにアンケートを取りましょうということになっております、えー、会場の皆さん、お手元にです、ね、アンケート用紙を配っておりますので、まあ、県民愛称歌としてふさわしいこれはもう個人的に思いが強い曲で結構なので曲とエピソードをぜひあの書いていただいてです、ね、投票していただければなというふうふに思っております。 えー、沖縄県復帰40周年を記念して県民愛称か内金歌内縄ナー・カナサ・ウタを皆さんで決めましょうということで沖縄県広報課が、えー、取り組んでいる事業ですぜひですね、えっと、沖縄の音楽歌をキーワードにした、えー、取り組みですのでぜひあの全国の、えー、音楽好きの皆さんファンの皆さんはですね、えー、この、えー、取り組みに協力していただきたいなというふうに思っておりますで、えっと、沖縄県の,あの広報課の方に提言をさせていただきましてもっと皆さんが上 ウェブでも、あのーえー、と投票できるようにということで一応あのウェブ投票できるんですけどそ,れそして、えー、と先週なんですけれどもフェイスブックページファンページもできました、えー、県民愛称家で検索をしていただけると,、えー、とその沖縄県広報課の県民愛称家のページが出てきます、えー、とそこに直接書き込んでボールに書き込んでいただいて投票することもできますのでぜひ、えー、ウェブをご覧の皆さんカメラどこなのかなテレヤコのところうん、うん、あ向こう こっち、うんあ、向こう、そち、あたりのところ、うん、あのぜひあの皆さんあの、ウェブを活用して、えー、ご利用ください、えー、投票ください、よろしくお願いしますさあ、えー、ここからですね、えー、第2部、えー、スタートしていきたいと思います、沖縄県活用型ビジネスモデル創出事業、講演会、沖縄から発信、津田大輔さんと沖縄音楽をツイートということで、再び、えー、登壇いただきます、拍手をお願いします。 いや、津田さん、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。座りましょうか。そうですね。はい、そうです、ね。ああとこれも多分大丈夫だと思あ。もう大丈夫ですか。でも、でも一応ちょっと、なんか。ドラゴンズの本社的なために、置いておきましょうか。そうですね。中日ドラゴンズ春季キャンプの画像が、今 <laughs>。出てますけど。今日、沖縄あれですもんね。あのー、ツアーの。ツアーじゃない、キャンプの始まりということで。さあ、えっと、ここからなんですけれども、えっと、津田大輔さんと、えっと、まあ。 トークセッションという形でプログラムにはなっているんですが、あのぜひですね皆さんのえっ、ー、と質問とかえっ、ー、と聞きたいことっていうのをあのメインにですね、えー、進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。でまずですね今あのユーストリームで配信してましてえっ、ー、と同時視聴数がえっ、ー、と今どのぐらい？ どのぐらいかな大体スタートした時が40ぐらいからスタートして今180人の、えっと、方が同時視聴されているということで,であと累計で延べにすると、えっと、確か1000ちょっとかな延、ね、べにすると1000何人の方が、えっと、ご覧頂い,いてるっていう一応感じなんですけどもここでちょっとあの津田さんにですね あのー、ツイートの威力というか20万人のフォロワーの威力ってど,どんな感じかなっていう、えっと、これユーストのチャンネルってどこか分かりますかねユーストの URL とかあ URL は<こ> URL 言っちゃってあちょっと僕もパソコン持ってこようかなあチャンネルのチャンネル名を教えてもらえればいいですよ沖縄チャンネル名何だったっけ沖縄ラブウェブ TV です、ね、全部何ですか、はい ちょっと待ってくださいね。あとはあのー、<あ>本当ですか、沖縄ラブですね、すみません。ツイートとかでちょっと津田さんに、あのー、お聞きしたいことなども、あのー、ちょっとツイートしていただいて。 わちょっも拾って、えー、質問にです、ね、お答えしていきたいなというふうに思いますまずじゃあ、チェックインをして、はい、今、えーと、チェックインをしていただいて教えていただきました、そちょっと津田さんにツイートをしていただくところから、えー、スタートしてみたいなというふうに思うんですけれども。今ででですねそうですねねそううとということで えー、沖縄沖縄にえっとじゃあちょっと僕の方の画面に切り替えてもらった方がいいかな、はい、えっと画面を津田さんのパソコンに切り替えてもらっていいですかはい、はい、そうですね、えー、沖縄に来ていますはい、えー、沖縄テーマは沖縄音楽活用型 ビジネスモデル喪失時期長いですよね。いや本当にいすいません。にね、そういうことなんですけども。ビジネスが、はいえー、沖縄の音楽業界の重鎮たちが来ていらっしゃるんですよね。はい、もうあれですよあの。 沖田のストリートロックの言うモンゴル800をえ生んだえね PM エージェンシーの東社長さんもいらっしゃいますねあとオレンジレンジようなねえースパイスさんもね来ていらっしゃいますねもう本当にたくさんの方もうそれこそえと沖縄の CG 流通の方もねあの来られてます配信の方も来られています。 その他か、ね、わ、あのー、い子ちゃんからそうじゃない方々までたくさんなんですけどあ間違えちゃったいやとりあえずいきましたとはい、はい、今つぶやいているのであ,ありがとうございます,いす、ね、あここからどのぐらい上がるかってもいきなり今220とか来てますねいけないですけど見てますよみたいな人もいますねああほですねでコメントとかもね津田さん来た えっとコメントとかもあったりします。じゃあえっ、ー、とー今これをちょっと見ながらですね、えっ、ー、と津田さんにもいろいろとその一部の話をうで、ね、う受けてあのー、お話をあのさせていただければなというふうに思いますが、役の、えー、事務所の社長。 社社長長でですよねあのさっき3.11そのシェア福島の、えー、と話をあのされてましたけれども沖縄でも、えー、と4月の 10, <長>10日11日でしたっけ東社長をあの提唱されてそのモンゴル800だったりあのぼりかわ人さん沖縄トラットって言われているあと紫っていう伝説のロックバンド、えー、沖縄のそそたるそのアーティストあとビギンさんとかも。 で県外からはサンボマスターだったり、えー、あと宮沢和文さんとかがこう参加されてもうオール沖縄オールジャパンで復興支援コンサートをやったんですけれども、うん、まあそういったこう流れもありましてです、ねはいはい、そんな感じで、まあ、大体240ぐらいまで増えて素晴らしいですね,ねなんかどんどん増えていくといいですね、これで。す,ごいですねと、はい、<あ>いうことでじゃあ話の方にいきましょうか。うね、はい、はい じゃあこの数字がどこら辺まで伸びていくのかっていうのをちょっと見ながらですね、えー、とお話の方をさせていただきたいなというふうに思っておりますさあ一部でですね、あのーまあ、その一部の中の話で一つその、まあ、情報を発信しなければ何も始まらないというのが1つのテーマだったりすると思うんですけれども、あのー、実際そのなんだろう、沖縄からじゃあ お俺に置き換えた時にみたいな時にどうやって発信をしてうん、うん、どうやってフォロワー,ーを具体的に増やしていくんだみたいなところ、ね、っていうところはまあちょっとそのソーシャルメディアの活用っていうのもあるんですけどその前にまあネットをうまく活用してあのいわゆるメジャーでデビューしてえーどんどん人気が博していったというのとは違う形でブレイクしていったアーティストのちょっと例がいくつかじゃあパワーポーがあるのでそれ見ましょう、はい、あ,ありがとうございます まあ多分有名なとこだと相対整理論っていうバンドがいて、はい。はい まあ彼らはあ,の元々はあれだったんですよね最初は本当にインターネットの視聴で話題を集めたんですよね、はい、ちょうどだから相対線量が話題になったのって実はミクシーがすごく良かった頃であとマイスペースも元気だった頃で,で彼らが取った戦略っていうのはもちろん曲も良かったんですけどもうミクシーで話題えとまずマイスペースで聴けるマイスペースで聴けるしニコニコなんかでも誰かアップして聴けるしあとはあ MF247 っていうまあ一時期沖縄なんかにもあったあま山茂雄さんがやってた「 まあ無料の音楽配信サイトのそこでも聴けるしであとはあのいろんなありとあらゆる音楽配信サイトで買ったり全部無料で聴けるっていうことをやってるうちにやっぱライブが面白いよっていう評判集まっていてそうしたらあの自主制作の CDR のアルバムが完売していってでまあそういう中でですね「資本主義」とか「ハイファン新書」とかあの辺も自主レーベルでヒットを飛ばしてインディーズのレーベルでもなかったんですよね。イインンデディィーーズズだだっっったたららま結局で例ええば今だったらあのえと まあ昔だったら大気があってそのあだったらえと一番大きいところどこでしたっけえとインディーズの出てこないあれなんだっけえとスペシャル系のあれですよね。 あバウンディーとかで契約するとでもなんだかんだ言ってバンドへのミリって、はい、まあ,あの10よ,よくて10%とかそういうレベルとかになってっちゃう中で、はい、全部自分たちで CDR 買って作って流通のとこまでお願いしてみたいなのやると、うん、相当やっぱり売り上げがいいんですよね。はい、で、はい、そこで数万枚とか彼ら売ることができたのでん、はいええ、の話ですけどあのあのメジャー契約の話も進んでいたのが。 あのもう自分たちでやるっていうことで今、はい、すごいマイペースにやっていておそらくその今あの端的に言うと、はい、まあメジャーでいろいろな権利とかもあの渡した状態で10万枚ヒットするよりも。うん 彼らがこういう自主レーベルでやって23万,万枚とかを売る方が全然バンドの収入って多分桁違いにその自主レーベルの方が多いんですよね。パーセンテージがやっぱりそこが違ったりするので、はい、まあそういうところで彼らは主体的にそれを選んだりするようなう、はい、まあネットでまず最初話題を掴んでまあファンを増やしていってとかあとまあそ,うそういう話ですね。であとは面白かったのは彼らはあの情報のコントロールってすごくやってたんですよね。どういうことどういいこととかって 話題になってきますよね、はい、話題になってくると当然あの取材したいじゃないですか、はい、取材したいからいろんな音楽雑誌とか音楽雑誌以外なんかも取材しようとしたんですけど、はい、全部断ってたんですよね、はい、全部断っていてであのー でそうするとネットで音楽は聴けるし話題になってるるというのは分かるんだけれども、はい、メディアのそういう音楽雑誌のインタビューとかに全然出てこないから、はい、すごくあのこのだろう情報型時代にすごくミステリアスなんですよね、はい、くオリジナリティがあってで唯一そこで初めてちゃんとメジャーな雑誌でインタビュー出てたのが、うん、当時まだ雑誌として残ってたスタジオボイスだったのかなスタジオボイスにあくまで音楽のっていうよりが違う切り口で出てきてそこでもうサブカル好きなような多分層にバッといったっていう、はい、そういうやっぱりメディア戦略も すごく自覚的にやっていて、はい、でネットをうまく使ってのの、あのうまく。今の独自の存在感になってったっていう例ですね。これは本当に。こういうバンドが日本でも出てきたんだなと、僕はすごく、あ,<ー>あのー。 うん関心したなって思います、ね、それはもうメディアに出ないというのはもう自分たちの戦略としてそれをやっていただく、ね、っていうことですかそうでしょうねおそらくそうだと思いますそれは。<ー>はい、なるほどですね。うん、まあ僕ら情報を逆に扱うあの場なんであまり見習っていただけいただくと僕らあのちょっと商売上がったりな。うんまあだからでもそれはなんだろう情報出さないっていうわけじゃないんですよ。<laughs> はい、すネットに主張は出しているし、はい、だから選ぶっていうことなんですよね。選ぶ、はい、そう選んで主体的に変えていくっていうところで。うんはい、だからそこも。 あのそういうのを自分たちで考えることでどういう効果を狙えるんだろうっていうのも考えるっていうのがまあ,ある意味そのフリッパーズギターっていうのもなんかそういう感じでねあの出していく例えばテレビに出た時にすごい態度が悪かったりとかしてでもそれが結果的に話題を集めたりみたいなねそういうのも含めたなんかいろんなのあるんだろうなススタジオボっていうのも一つですねであと。ももう一つはいですすねまあこれなんかもうすごくあの ご存知の方多いと思いますけど、はい「新生かまってちゃん」っていう今ワーナーでメジャーデビューしてますけど、はい、彼らはもうニコニコなんですねニコニコでまあとにかくブレイクしていって、うん、でもさで今もうしかもあのニコニコとかで。 もうインディーズ時代とかはファンがあのライブ会場に行くともうそれで動画撮るんですよ、はい、動画撮って勝手なそういうブートレグ音源みたいなライブがニコニコ動画に上がってそれでみんなあの話題になっていくみたいなそういうのがあってでも一番最初に彼らが注目を集めたのはまあボーカルののこくんっていうのがあのライブの音源を聞かせるとかじゃなくてひたすらユーザー生放送やってたんですよね。 ユーザーあのウェブカメラをパソコンの前につけて深夜とかにひたすらもうあのコメントの人たちと話はやるをやるって言ってまあそれでもうなんかコメントに対して毒ついたりとか,でもなんかそれで元気をもらったりみたいなとかやってる中でどんどんなんかなんだこいつらみたいになっていててその後ライブがやっぱ彼り激しくてもう本当にステージ中に演奏中にもう喧嘩始めて殴り合いとかしちゃったりとかでどんどん話題を集めていって。 あのー、すごく話題になり始めてたのがおそらく3年ぐらい前かな3年ぐらい前に話題になってた時って、はい、あんまりあのライブハウスに行ってもライブはすごくやってたんですけど、うん、そんなにお客さんがいるって感じじゃないんですけど、はい、でもそのライブハウスでのその感じっていうのが。はい 動画で流されていくことによってなんだこのバンドっていうんでネットで話題になっていってそれで少しずつ動員も増えていってでももうこれはっていうんでメジャーが出してやってフェスとか行くとやっぱりお客さんがいっぱい来るようなバンドになってるんでこのニコ動からコーヒーがつくっていうアーティストって最近結構多かったりすると思うんですがこの場合はコアな不安が上げていくっていうことですそうでしたね。だからココミュニケーションみたいい勝手にそのアがて はい、そのニコニコっていう場所である意味そのニコニコっていうと例えば初音ミックとかねリソンとかどっちかっていうとオタク系のミュージシャンが相性がいいというかそういうのが多い中であのそニコニコのそういうコメントがいっぱい流れるっていう特性をちゃんと分かってそれでライブをやってたっていうのがやっぱそこがさんの面白いところかな、はい。 もともとだからかまってちゃうんで一番最初はニコニコ動画の前は2チャンネルだったんですよね、はいわゆる匿名掲示板の2チャンネルにひたすらその音楽系の掲示板に宣伝を書き込んでいるみたいなそういうところでなんだよなんだよみたいなことを言われてたんですけど、はい、でもそういうのを繰り返して叩かれている中でもそれにめげずにコミュニケーションしているうちにこいつらちょっとやっぱ違うぞみたいになって<ー>話題になっていてまあもちろん彼らの曲が良かったりとかねバンドとしてるのが良かったっていうのもあるんだけどもやっぱりね 時代でがネットがなければ多分こういう形でのメジャーデビューはなかったんだろうなっていう意味ではすごく注目すべき事例だなとまあ誰にでも真似できると思うんですけど、はい、であともう一つこれサバイバル音楽論でも、はい、あの出てきた、はい、えと一人でタクロコをやっているミュージシャンの松木歩、はい、君っていう人がいて。はい 彼はですね、まあずっとあの東芝 EMI 系かな EMI 系のインディーズレーベルで、はい、あの4枚とか5枚ぐらいあのアルバムを出してたんですよね、はい、まあすごく多作なミュージシャンで、はい、どんどん曲ができてくるタイプのミュージシャンなんで。 で出すんですけどでもやっぱり全然あのもうレベルで言うともう数百枚ぐらいしか売れなくてインデーズレベルでは出すんだけど数百枚でまあ印税率とかもすごく低いからほ本当にスズメの涙ぐらいの印税しかもらえなくてだミュージシャンとしてはもう食えなかったんですよね食えない分じゃあどうなったかっていうと結局その週にの5日間あの漫画喫茶でアルバイトをするみたいなそんな生活だってでももう。 自分はでも彼はやっぱり、まあ、そこは自分の才能をすごく信じていて、はい、才能はあるけどでもなかなか売れないじゃあどうしようと思って、うんはい、じゃあちょっともうこの今までのシステムではだめだと思って、はい、2010年の1月1日に1億年レコードっていうのを出して、はいあのー、それはどういうのだったのかっていうと MP3 でもうちょっ、はい もうなんだろう。盤も作りませんと、はい。ともう直で売りますと。なんかそういう流通業者も使えませんと、はい。と itunes ですら使えませんって言って、僕が直接売って届けるまでやりますって言ったんですよね。で、まあ、それはあのだから、もうウェブ自分のウェブサイトにあのあれを作ってえっと。 申し込みを作って、はい、でアルバム2,000円ですと、うん、で2,000円で三十何曲入ってますと、うん、で振り込んでくださいと申し込みをしてくれたらあの直接売りますんで振り込んでください、うん、で振り込んだら僕が ZIP ファイルで送りますって言って ZIP、うん、ファイルで あのファイアーストレージみたいな,なんかいわゆるファイルを転送するサービスありますよね、うんはい、あれで URL を作って一個一個送るっていうことをやって <laughs>、はい、でもそれをやると何がいいって2000円でしかも無料のファイル転送サービス使ってるから、はいはい、そうしたらその MP3 ができてもちろん制作費っていうのはありますけど制、はい、作する機材は彼は持ってるから、まあ、そこはもうほとんどゼロに近いような形で作れて。はいえーで 宅六だから1人でできるって卓でやって、うん、でやったら2,000円売ったら2,000円入ってくるから10ダウンロードで10個購入されたら2万円 2>、はい、100で20万で500いくと100万、うん、こ結構これは食えるっていうような <laughs>、はい、ところに行くわけですよね。彼自身はまだそのいくら売れたかっていうのは明らかにはしてないですけどそれがでもすごく。はい、で あの話題集めたんですねしかもその,、はい、あの集める前には34か月ぐらい前から、えー、なんか彼はツイッターを始めてて、はい、ツイッターがやっぱ面白いと、うん、ツイッターでコミュニケーションしてるうちにすごいファンなんかも増えてきて、はいうん、であとたらもう曲を作っている作業をユーストリームもあったからユーストで流してたんですよね。ユーストで流してで例えばそのユーストで流したところの風景とかみたいなものもそれの歌詞にしていったりとか、はい、なんかそういうのをやってすごい興味を持っていて。 で僕はもうこういう試みをやりますって買ってくださいって言って1月1日に1億年レコードというのを出してでしかもまあその試み自体もすごく意欲的だったので僕が相棒として一緒にやってるナタリーの社長の拓也 はい、あの自分のブログがあって彼の個人ブログでこの試みはいいよっていうので紹介したんですよね<あ>まあだからその意味で言うと彼はその時にその大山拓也っていう人間がニューミドルマン的にプロモーションしたんですねそれでそこがもうアクセスがそのブログ自体に集まってそこ経由でじゃあ買おうみたいなのが入って、はい、まああのー、多分おそらく相当できるようになったとあ<ー>でまあその後いろいろ話を聞いてでやっぱり彼はそれで注目されてこのやり方はありだろうっていうので、はい、うん。 で、あのー、いろいろ音楽活動を始めたんですけど、どもう一つ彼がすごく頭良かったというか面白かったのが、はい、あのファンドっていうのを自分で始めたんですよね。ファンド、はい。はい、あのー、松木歩ゆあこちょっとこっち出しましょうか。はい。 このね、松木歩さんの話っていうのは確か NHK かなんかでもあの放映されて、ね、そうそうそう先取りすけど「サキっていうあの、まあ、朝の番組で NHK にこういうの面白いですよって言って紹介して、はい、それで何か取り上げられた、はい、あのぜひあの、ね、あの今日書いて松木歩さんの,あの名前で検索出てきますんでこれ一番分かりやすいいいあの身近な事例かなっていうふうには思っているんですけれどもあのぜひこう検索してご覧になって。 いただけると、あの、いいなというふうに思いますよね。あの、ツイッターやって、公演でライブやるつったら、あの、公演に人が集まってみたると。そうなんですよね。そんなこともやって。バッテリーがないみたいですね。これ、で、電源が。電源コードがあるといいかもしれない。で、あの、じゃ、ちょっと、コーで説明すると、松木くんは、その。松木歩むファンドっていうのを、同時にウェブサイトでやってるんですよね。それ、何かっていうと。 あの僕の音楽が好きな人は音楽活動に投資してくださいって言ってで振込先の口座がもうウェブページにバーンって書いてあって何々してみたいな書いてあってでそこに行くとあのそこで集まったお金っていうのは全部僕の音楽活動に使えますって言ってでそれを支援してくださいっていうのをしてでそ,れがでそこに行くと現在の残高が十何万円とか言ってでこんなエフェクターを買いましたとかあとこの。 地方に行ったライブの余費に使いましたみたいなものが全部もう書いてあるんですよね。はいうん、で結構それが割とそこもまた集まってきて、はいうん、でまあそういう活動ユニークな活動をやってる中で結果から言うと彼はその週5日間あの、はい、えっとバイトあの漫画記者のバイトをやってたのが、はい、あの本当に半年あの1億年レコード出して半年ぐらいで、はい、あのー。 1> 週一になったんですよその漫画記者の週一になってもう今は自分でもう本当に音楽の仕事が来るようになってもう専業ミュージシャンとして活躍してるんですよね。でその後も同じ形式で MP3 で販売とかもしてたりもするんですけど、はい、彼の場合はその売っている曲だけで儲けてるっていうだけではなくてすごくその個人のプロダクションとかがすごくたけた人だし曲作るのも早いので,、はい、でそういうのも全部 Twitter とかユーストリームで日常的に 出してますからこのミュージシャンだったらいいだろうと思われてて彼が多いので今 CM の音楽とかの仕事とかあとは映画の劇版の音楽を作ってくれみたいなそういうそのある種の裏方的な音楽制作作曲家としての作家としての仕事なんかも増えたりしてそのいろいろなトータルで彼は音楽として食っているっていうそういう道ができてるんですよねそれはすすごく面白かったなとうでね。 まあ基礎としてやっぱりそのいい楽曲があってその作るスピードっていうのもそうなんですけどネットを通した透明性みたいなところですねそのファンドでも実際にエフェクター買ったよとかそのプロセスをこう見せたりとかそこがあの重要だったりするのかもしれないですよねあと,はそういうあとはニューミドルマンとの出会いですよね。そうこれも結構重要な話で まあ後でちょっと会場からも質問出るかもしれないですけど、はい、あの松木歩夢君はその僕が「サバイバル音楽論」を本で出した後のその,あの電子書籍版で追加の対談を収録したんですよね。はい、追加の対談をあこれかウェブサイトでえこれが松木歩夢さんの、えー、サイトということですごいね。はい 言葉は悪いんですけどウェブサイトがダサいんですよ、はい、<laughs> あのすっごいこのブログ時代ソーシャルメディア時代にこういう感じの昔ながらのちょっとページで、はい、でもねこれあのやっぱり彼はすごい頭良くて、はい、もう計算で全部こうやってるっていう<ー>なんかすごく分かりやすくこういう風にする ってていうのがメッセージとしてあ,っててあ,あえてこの手作り感をやることによって、はい、支援したいなっていう気持ちが起きればいいんじゃないかなっていうのも考えてからやってて応援したくなりますもんね、うん、いやそうなんですよねああそういう意味では憎い感じですね実際そうですよねその中をカットすることで見入りが多くなるからその100万枚のヒットを狙わなくてもそれこそ1万枚1000ダウンロードで200万入るわけですからね、はい うん、だからそこあとは500ダウンロードで100万っていうのが狙える、はい、っていうとそこでね100万も収入あればそこのうちの、うん、例えば20万30万を次の資金にやってもいいわけですけど、はい、これがさっき言ったマフですね、はい、残りの金額が5万円になってて、はい、ここに繰り込み先が書いてあってで<の>やっぱこのね履歴が面白いんですよあ<ー>、井<の>細かいですねそうですこの ククラシックギターを買いましたとか義援金にも送りましたとか外付けハードディスク買いましたとかレコーディング費用に使いましたみたいなのがあってマイク変換ケーブル買いましたみたいな素とか素晴らしいですね <そう S 2> 間違ってもキャバクラ行きましたとかはないですよね,ねそうそう一応音楽活動に使うっていう、はい、でもなんかねこれもプロセスを見せるっていうソーシャルメディアみたいな話に近くてなんかこういうふうに具体的に書かれるとなんかちょっと1万円ぐらいなんかあげようかなとかって思うんですよね。それが あそこで送った1万円がこういうふうになんか使われたんだみたいなもちろん彼のキャラクターと彼がそういうソーシャルメディアでコミュニケーションしてるからこそできたりもするんですけど、はい。 こういうういいののもあるんだよっっていうのはやっぱすすごく面白いですよねなるほどですね素晴らしいですね、うん、そのやっぱり、あのー、あれですよねよくあるファンドっていうアイディアってたくさんいろんな人が言うと思うんですけどやっぱり誰がどのようにやるかによってそのファンドの使い方っていうのが有意義になってくるし、ね、リアルに応援してくれる人が出てくるっていう。はい、であの、まあ、せっかくなんでその流れでじゃあ,あのミュージシャンがマイスペースとかそれこそ沖縄ラブゲーなんかも含めた、はいろんなあのサイトをどう利用していくのかっていうときに一個、はい この松木歩く君の,のソーシャルファ,あのファンドっていうのはもっとこれを応用したようなものっていうのはたくさんあってっとキックスターターっていうサイトがあのアメリカであるんですよね。はいえー スターターーというサイトです、ね、あのこれが多分世界で一番有名なものでどういうソーシャルファンディングサイトっていっていろんな例えばもうこういうことをしたいです何々を実現したいですっていうのを言うことによって皆さん出資してくださいと、はい、で出資したらその出資金額に応じて例えばじゃあまあ,あのミュージシャンだったら アルバムを作りたいです。100万円必要ですとで100万円で。1万円くれた人には、はい、例えばもうあの、C、できたら CD と、うん、あとライブのものを渡しますとか、はい、1,000円くれた人には MP3 だけ渡しますとか、はい、5,000円くれた人にはみたいなそういう出資金額に応じてそのプレゼントするものを選んでお金を集めるっていうのがあって。はい こういうい、まあ、別に音楽に限らずいろんなプロジェクトがあるんですね、このスタッまさにそうですよ、ねはいうのねアルバムをこのサイモン・ジョイジョイナーさんっていう人が作ろうとしていて、はい、でこの人があのこれをぱっと見ようとすると2枚組のアルバムを作りたいと。はい、でって言ったらですねどれぐらいになったのかっていうとあので自分で設定できるんですよ、いくら集めるっていうので。 ゴールにしたのでででだかかららすすよね万、えー、万ぐい今だったら日本だったら50万ぐらいをゴールにしたら、うん、結果的にはですねもうあの越し,てるんです、ね、越したぐらいのお金が集まっている<ー>って言ってできているでこういうのがありますね。であのー、本当にこのキックスターターっていうソーシャルファンディング一個一個プロジェクトを作って集めるっていうのが出てきているのでこれこれからやっぱミュージシャンがやる時にはすごくこの仕組みっていうのはすごくいいと思います。はい、で これじゃあ日本でも同じのものないのっていうと日本でも出てきてるんですよ、実は、はい、まあいくつかあるんですけど多分、今、一番有名なのは、えー、キャンプファイヤーというサイトがあってキャンプファイヤーですねこれはですねぜひあのいいサイトなんでクラウドファンディングで言ってますね。 ぜひこれあの自宅に帰って検索をしてどんな仕組みか、はい、っていキャンプファイヤーはクリエーターがアイデアを実現するための創作費用を共感した人パトロンから少額でお金を積むことができるプラットフォームですって書いてます、はいまあまさにそういうサイトで、うん、そうするとこのトップに来るとこの音楽家のベンジャミン・スケッパーっていう人がそロアルバムを国際リリースしたいのでやりたいですって言うと、はい、でやってるんですけど。 まあこれ結構、期間を決めなきゃいけない,はい,はい何日に何万ってね聞かなきゃいけないのではいはいそうするとちょっともうあ残り1日で26%だからちょっとこれは成立しないかもなみたいな <あー S 1> まあでも、お金を出すでお金を出すよって言った側もこの,あのーパーセンテージ目標設定時にいた方戻ってくるんですよ。戻ってくるから <あー S 1> そういう意味でそのリスクも少ないし、うん、まあニーズがないものは、まあだからこういうものを利用するんだったら利用して、やっぱりちゃんと現実可能な金額をどう集めていくかっていうことを考える必要があるわですね、うんはいはい。そうですね。ただこれをやっぱり運営するからにはあのあれですよね。圧倒的な視聴数を稼がないといけない。プラットフォームが必要す、ね。そう。でもこういうものがあ,あることによって、はい、あのゴールが見えやすくなりましたよね。そうですね。そうでこれなんか分かりやすいですね。 このじゃあ50万集めるときに500円支援するとえーアーティストや作品アップデート通信をまあメルマガを送りますよと2000円支援するとえ自分のブログでえ自分のブログであなたの名前をやりますとあまあそれも面白いですね3000円だとプロマイド <laughs> プロマイドをサイン入れでプレゼントとか5000円支援するとえイベントの DVD をやりますと。 え1万円だとレコードのジャケットアート枠にジャケット裏面に書かれるとかいい、ね、こういうふうにいろんなのを要はカスタマイズどんどんされていってこの人にしかないスペシャルなっていう10万そうそうそう,そうこういうのをやっぱりいろいろできる、まあ、この設定なんかも自分でできていくっていうのは無駄、はいまあ、とでこれをまあさっきの話に戻っていくとじゃこれをじゃあそのあのー アーティストが、ね、全部細かく考えたり管理をしたりとか、ええはい、あとはらツイッターとかフェイスブックで宣伝するのってミュ、はい、ージシャンがやるのってやっぱ結構きついじゃないですかです、ね、だからこういうものをちゃんとソーシャルが分かって、うん、メンテナンスもできて、はい、提案できるようなところで多分ニューミドルマンっていうのが必要になってきて、はい、でその時にやっぱニューミドルマンっていうのが多分必須になってくるのはもうインターネット IT ソーシャルメディアのスキルっていうのは当たり前で、はい、かつそれをどこでもすぐ利用できるようになるためにはもうもう。 iPhone なりね、はい、アンドロイドのもスマートフォンも見るしノートパソコンなんかも常に持ち歩くみたいな、はい、まあ IT のスキルとそのやっぱりソーシャルメディアで発想を埋めるようなものっていうのがもう必須の能力にはなっていくんだろうなって思いますすねなるほどですねもうそのまああの進化していくデバイスとかそのネットの,その種類に応じてもう常にそれアジャストしていって道具として使いこなしていくわけですね。 であともう一つ、そのソーシャルファンディングの、もともとソーシャルファンディングなんかが出てくるよりも先にですね、はい、出てきたいいサービスっていうのが、音楽だけに限定したサービスなんかもあって、えー、ご存じの方もいるかもしれないんですが、あ出てこるなんでこれ、今やってる間に、今、同時視聴数を置いておくとあの、一時期300超えましたね、素晴らしいですね。 でで合計累計が人で,で,累計で2000来てるわけですからね300っていうとここと合わせてだからもう400人集める会場を借りるってすごい大変じゃないですかそうです、ね、集めるのもでも。うん こういう形であのねユーストとか考えるとそれぐらいの規模のイベントが、はい、できているっていうことのやっぱりすごい、あこれですね、このセラバンドってやつで,で、ねはい、これはだからもうさっき言ったあのソーシャルファンディングみたいなプラットフォームの音楽版であのキックスターターなんかでももっと前にずっと前にできているんですがこれはねすごい分かりやすいです、あのこれで例えばもうあのいろんなバンドがここに登録してこのアルバムを作りたいですと皆さんあの投資してくださいっていう話があって。はい こうするとここに全部「状況が出てくるんですよね、はいえー、欲しいです」と「うん、どれぐらい欲しいですか」大体ターゲットっていうのは書いてあってて、はい、まあ5,000ユーロだからこれもやっぱ50万ぐらいですね、はい、5,000ユーロっていうのもあって、はい、とかあの1万9,000ユーロみたいなのがあって。 今これぐらいやってますパーセンテージがこれぐらいですみたいなっていうのがあってこれは多分期間を決めなくていいんですけどあのあ金が集まったらそれが振り込まれてでそれであのアルバム制作をできるとでアルバム制作できてアルバムがあのこのビリーバーズっていうのがお金を支払う収支者で,でそのところその人たちには作品が CD とかいろんな形で送られてくるんですけどこのもう一つのセラバンドの肝っていうのはあの投資っていうのがちゃんとこれが一応そのミュージックファンドみたいな 投資になっていてすごくこのアルバムとかが売れる可能性もあるわけですよね、はい、ここであの作品化されて、はい、はい、ここがだから MPC のダウンロードサイトでもあるので、うん、そうした場合、投資をして例えば1万円投資をして、投資がして、はい、まあ達成されましたと、作品が起こりましたと、はい、でもそうしたらなんかあの投資額に応じてすっげえ売れたら、自分、投資した方にも戻ってくるんですよ、はい。なななるほどなるほほどど本当ににファンドになっていていこれは ここでもう大ヒットで10万ダウンロードとか100万ダウンロードとかいったら、はい。その あの出資した割合に応じて配当があるっていうそうするとその1万円を払って作品を得られただけではなくて1万円払ったらもしかしたら2万円とか3万円になって戻ってくるかもしんないみたいなそういうものをうまく作ったしでバンドにとってもそれをバンドにとっても印税が入ってくるしみたいなここはすごいいい仕組みなんですよね。素晴らしいでですねねこれももも実は日本版ももう出てきてきセラバンド JP というのがあるんですよ。 だこういうところにあの登録することによって自分たちの,そのバンドプロモーションにつながるっていう,う、ね、ところもありますよ、ねうん、でこれまあ基本はやっぱりアメリカで成功したサービスなので、はい、あのここに海外進出とかを考えたい日本のバンドとかだったらそういうのをやっていくっていうのは日本のバンドもいくつか登録されてますからね。セラバンド JP いうのががあるんですが、はいお 僕もさっき見て、ええ、あそうなんだセラバンドの日本版ができてたんだと思って見て <laughs>、はい、おそれはすごいどれぐらいアーティストが登録されてるのかなと思って検索をしたらですね、はい、さっき、まあ、したばっかりなんですけどしたらえー、っと。 結構あっちの方はね、なんかいろいろお金もたくさん集まってたじゃないですか。ユーザーもいていたんですけど、まだね、八八アーティストしか登録してなくて、集まった資金っていうのが見ると、二百円千円百円二百円千円、結構寒い状況になってて、こっちまだね、やっぱこのサイトの日本版の認知度がやっぱ全然まだないみたいなんで、ここはちょっとやっぱりなかなかここが盛り上がってないので、だから逆に言うと、もうこういうような仕組みっていうのを、僕もう丸パクリでもいいと思うんですよね。だからこれのセラバンドの沖縄版みたいなものが。 あのー、小田さんがやってもいいかもしれないしかそうそうそうでもなんかそういうのもできるかなとなるほどですねこういうのが一つやっぱりありますね、はいはい、あこの555っていうあショワーズさすがですね目の付けどころがシャープですねああそっかそっかそあショワーズだあ本当だ ああそういうことで、まあ、沖縄のバンドも一応こうやってあの頑張っていながらこうやっているっていうことで、うん、やっぱりだから人がやっぱ集まっているところに行った方がいいってことはあるので、はい、だから本当だったらこういうサイトもすごくいいんですけどもしかしたらこういう機能が。 Facebook とかに入ったらどうなるんだろうとかっていうのも全然考えられる未来なんですね今後ね <うん S 1> Twitter にこういう機能があったらとかね <うん S 1> でか多分今後おそらく Facebook とかってこういう機能もおそらく内蔵していくと思うのでう <ん S 1> だからそうした時にやっぱとにかく人が音楽好きがあとは自分たちと音楽のコミュニケーションして興味を持ってくれるような場所でこれができるっていうのをやるだけで可能性が広がるのでまあそういう意味でやっぱりリサーチなんかもね重要でまあでもそれはやっぱりまた あのアーティストがねそんな、はい、頑張ってウェブサイトの最新動向とか調べてるぐらい,ぐらいだったらやっぱり自分たちのね、うん、あの音楽を作ることに専念した方がいいと思うので。はい こここだからこういうところで調べてくれるサポーター的な人もいわゆる一つのこのニューミドルマンという人たちの存在だったりとかっていうところそれをポータル的にやるニューミドルマンがいて専属のアーティストのニューミドルマンみたいなのがいたりしてっていう役割だとはだから思、はいあのー。 これ自身はあんまりまだ盛り上がってないかもしれない日本版の方はでも、はい、例えばでもここにはもうすでに仕組みとしてあるわけですよねお金を払う仕組みっていうのはあるわけだから、はい、例えばじゃあもうツイッターとかフェイスブックを頑張ってじゃあここの,あの新しいアルバムを出そうと思いますサンプルの曲はこんな感じですこんなんでアルバム作りたいんですって言ってここで登録してやってくださいって言って誘導させるっていうのはありんですよね。はい ツイッターとかやっぱそこのやっぱ誘導させて何か行動させる能力に長けているのでる、ね、だからそうしたらまあだから例えば今日だったらまあ100人ぐらい増えたりとかっていうのも含めてそう、ねはい、100人のうちじゃあでも10人が払ってくれると全然違うよねみたいな話も含めて、はい。はい できればいいかなとどれだけコンバージョンあとはしていくかっていうとことで日々の,その例えばフェイスブックでありツイッターとっていうのはその共感を呼ぶというさっきのお話じゃないですけどもそのアクションして共感を呼んでそのアクションを動かすための一つのツールとして使いつつこういうところに例えば登録をしてここに誘導していくという使い方、うんそうですね、だからあの僕自身も今やってますけどその有料メルマがあって古くさいプラットフォームなんですよね。だもう90何年ぐらい ぐらい97年ぐらいにはもう「マグマグっていう仕組みがあって、はい、で有料ロメールマガっていうのは細々と続いてたんですけど、はい、でも今までって有料メールマガってまあ結構ね怪しい感じだったんですよ。例えば情報商材とか、はい、FX で勝つ方法とか <laughs> 競馬最強の法則とか、はい、あとは恋愛マスター術みたいな、はい、<laughs> そんなものばっかりが上になっていて、はい、まあちょっとある種いかがわしい感じもあったで普通のインターネットユーザーが登録するような場所でもなかったんですけど。はいうん あのツイッターが出てきてツイッターの,その圧倒的なフォロワー数を獲得してた堀江さんとかが、はい、メルマガと組み合わせて、はい、ツイッターからメルマガに誘導っていうのをやってそれで成功したんですよね。はい、あとは上杉隆さんとかそういうジャーナリストみたいな本来だったらなかなかマネタイズが難しい個人のジャーナリストみたいな人たちも、はいうん、ツイッターで話題を集めて、はい、でそう,いうのがあのじゃあ,おかあの僕の活動を支持する人はおあのこれを取ってくださいっていうようなメルマガジンっていうのを初めてそれで今までとは違う幅 政治あるメールマガジンががすぐ出てきた政治家メールマガを始めてそれで資金を稼いだりとか、はいはい、あとはなんか今までだったら普通にあのいなかったような人たちが出てきてで僕もそれで去年の9月から始めて,、はい、ってあって。 ツイッターとかソーシャルメディアと組み合わせたことによって、はい、古いシステムが生き返ったというか新しい価値を生んだということがあるのでなんかだからソーシャルメディアみたいなそういう1500万人2000万人が使っているようなものをうまく使いながら既存のものと組み合わせでなんか効果を出していくというのは多分今後、そこのアイディアはすごく求められていくんだろうなと思います、はい、なるほどですね。かりましたえっと、じゃあって言ってじゃあフォロワーをどううややってて増やしたらいいのっていいいののののとは情報の供給法を読んででください以上書いてあります あの基礎的なところを増やして,いくていうでもなんかちょっと会場の方とかね、はいろいろご質問とかそうですねはいえっとねもうねあとね15分くらいしかこうなくなっちゃうのでちょっとねポンポンあの質問をあの受け付けたいなという風うに思ってるんですがまあせっかくなんでちょっとあの春太郎うんあのツーサイドワンプレインの春太郎 沖縄の,あのストリートの若頭的な海外とかでも一応頑張ってるんでなんかさあの自分たちがプロモーションほらあの本当にインディペンディントで頑張ってるでしょなんか課題みたいなところとか,なんか津田さんにこう質問したいところでそういうところなんかないかなやっぱり今日話を聞いていてニューミドルマンという役目なんですけど今のやっぱり沖縄、まあ、インディでこうやっていく中でもやっぱそこはまだ足りてない 気がすするんでよ僕もバンドをやりながらフェイキングスだったりとかこう新しいアーティストたちをこう自分の小さなレベルですけど出してはいるんですけどなんかこうちょっとあ,のあれなのかやっぱ人のバンドをこう宣伝していく時はすごくうまく <laughs> いったりするんですけどやっぱ自分のことをやったりする時ってすごくこう何て言うんですか難しくなってきたりするので本当になんかそこはすごく必要だなと。 思いましたでも今アメリカの状態が本当にそニューミドルマンがもうある程度完成してでまた細分化してジャンルによってもいろんなこうエージェンシーみたいなものがすごい出てきてるような状態ですよね。うん、やっぱりこのまま日本もそういうい形に なっていきますかね <laughs>、あのー、多分だからアメリカの音楽業界と日本の音楽業界違うのって多分事務所の在り方なんですよね。今あのエージェンシーってお話ありましたけど、ね、向こうは本当にエージェントーェンシーですね。だから、あのーうん、前回はあのーあの「お前いい仕事したからもう一回次の作品もやってね」っていうエージェントにしたりとかいわゆる全部権利から何から丸ごとお抱えして給料払うっていうような音楽事務所ってあんまり向こうにはないので、はい、だから<で>これは日本のいいところでも悪いところでもあってそうだ多分。 ただ昔ながらのような音楽事務所みたいなものっていうのはもうちょっと多分ビジネスのサイズとか規模感がやっぱ CD が売れてた時代のもので設計されてたのでそれは多分変わっていってその事務所の中にいる個人がいろんなアーティストを担当してエージェントみたいに動いていくっていう形で多分生き残っていくんじゃないかなと思いますよね、はい、あと一ついいですか、はい、えとこれからですね、まあ、さっきあのお話の中の冒頭でも出てたんですが ナップスターの話出たじゃないですか。はいはい、で今のこう話の中でこう現状の今の日本っていうものをすごくこうよくわかったんですけど、これから先もうす少しこう先ほどのこういいねで課金できるとかいうシステムとかができるまでの間って、うん、その12年ぐらい前のアメリカの状態みたいに日本はなると思いますか。これね、だから日本の場合ちょっと難しいのが配信だったらこれだっていうのが決まってないんですよね。うん 1、まあ、個いいのは、ね、やっぱり取り回しとか著作権とかも関係なく売りっていうのはアマゾンの MP3 があるんであれは1つアマゾンのアカウントとか持っている人があるからいいかなと思いつつ、うん、あのアマゾン MP3 自体が日本のマーケットだとやっぱ全然盛り上がってないのでやっぱり人が集まるところで売らないとそういう意味での売れるっていうのの場所になっていかないのでそこが結構、ね、まだまだ時間かかっていくのかなと思うんですよね。ただ 一個実は僕可能性があるのはやっぱりニコニコだと思っていて、はい、でニコニコって、あのー、あそこって、あのー、チャンネル放送っていう仕組みを持ってるんですよねチャンネル放送っていって、あのー、それぞれの個人とかバンドとかが自分のチャンネルを開設できると。 そうすると動画をそのメンバーだけに見せたりとかするでしかもそこは有料にもできるんですよね。はい、有料で配設している会社会社会社アーティストとか個人の人もいてでアーティストはそういうところにその課金のプラットフォームみたいなものとしてやっていくっていうのは。 すごく一つ可能性はあるのかなと例えば次500円でも月1000円でもやってそこに加入している人には毎月1曲ずつプレゼントされるとかライブの優先の予約ができる、はい、つまりファンクラブですよね。うん、ファンクラブって大体いろんなミュージシャン今までもやりましたけどファンクラブ運営ってすごい手間がかかるし赤字のところがほとんどなんですよね。はいはい、赤字のとところがほんんどどなんだけれども そこをオンラインにしていろんなものをあの手間を省くことによってファンクラブで黒字にしていくというのは多分可能で、はい、さ最初、今日あの幸田さんと会った時にも話したんですけど結構多分ポイントっていうのは僕300人ぐらいだと思うんですよ、うん、最初の。300人そうどういうことかというととにかく熱狂的な300人このバンドになったら月1000円払ってもいいよって思う300人がいたらそれで月30万の収入になるんで。 そうするとその,、まあ、の30万、まあ、例えばじゃあニューミドルマンに頑張ってもらったから半分15万にしますと。 15万にして、えー、でもじゃあバンドが4人だったらそれをじゃあ4等分しましょうって言って、まあ、1人3万円と、はい、まあちょっとお小遣い程度ではあるんだけれどもそれが入るか入れないかで全然違ってくるし例えばじゃあその15万は個人に収入で分けるんじゃなくて次のバンドのための活動に使おうみたいにやって、うん、や,やったりとかあのそしたらそれが300500になるかもしれないみたいな現実的にやっぱり月いくら入ってくるキャッシュフローを作るのかっていうのがすごく重要で。 そこはだから実はその定期的に課金する仕組みってすごくいいんですよね。はい、で有料メルマガなんかもそうで有料メルマガが僕もやってみてすごいいいなと思ったのは解約率が低いんですよね1回登録するとあと月に自動課金されていくのでだいたいメル有料のメ,ル今のメルマガって5%って言われてるんで解約が、はい、だからそうするとそのメルマガであの5%の解約率なんだったら10%を毎月新規のファンを獲得できれば、はい、そうすると ずっと増え続ける一方で,で毎月入ってくるからそうすると持続可能性が出てくるんですよね。 だから僕は実はなんなら僕ミュージシャンがメルマガやったっていいと思うんですよ。はい、ミュージシャンがメルマガやって、うん、そこから音楽をダウンロードできるようにするとかね、うん、いろんなアイデアとかもあるかもしれないし、なな、うん、そんなやっぱり300人のやっぱりコアなファンっていう話はちょっと出ましたよね。うん、そうですね。あのやっぱりバンドの皆さんコアなファンお持ちだと思うんですが、ワンマーライブやるときに必ず自分たちのバンドで300人集めようっていうの一つのハードルにあのされてがん るとそれが自分たちの,そのキャッシュフローにこうつながっていってその次の展開展開っていうのが一つ見えてくるんじゃなかろうかっていうふうには思いますそこはあのミドルマンの皆さんの力も借りながら超コアな不安を例えば30人ぐらいの超コアな不安がねずあの友達10人連れてくるぐらいな勢いの。 あの人数の増やしし方でもいいし多分だからその辺のねお金を払ってくれる人のなんだろう消費者っていうものっていくつか壁があって、はい、まず100人だと、うん、1003001000みたいな壁があるんで、うん、まずはだから100人が、まあ、100人は最低限の条件そして300っていうところに行けばそっから先は結構でもあのやりやすくなっていくので、はい、まあそのためのやっぱりなんかコアをどう作るかですよね。はい そ,うですね、そこはやっぱりネットだけでは超えられないんでネットのいくらプロモーションが、ねはい、上手くても、うん、多分最初のコアの300人を掴むのっていうのは多分そこには本当に作る音楽の力って必要だと思うんで、うんうん、それとやっぱりリアルでいいライブを展開していくと、ね、いうところだと思います。うん、ぜひ頑張ってください僕も はい、若い頃バンドやってまして、はい、あ,のあそこに座られている PM エージェンシーの東社長です、ねはい、20年ぐらい前に覚えてらっしゃるかどうかわからないですけどもあの東町会館でお前たちワンマンライブやるかと,、えー、とキャパが800人から1000人だとそ,それを目標にしてファンをあの増やしたことがありました社長ありがとうございましたじゃあ次にです、ね、何か、えー、と質問したい人手を挙手でお願いします、はい、どううぞあ手前行きましょう じゃあマミ、ごめんごめんこっちから。うん、えっと。講演ありがとうございました。えっと、琉球大学の大城と申します。えっとスプリングノートね。はいスプリングノートというバンドをやっております。はいえっと、未来型音楽レーベルあの,あの読ませていただいたんですけれどもその中であの津田さんがもしアーティストのプロモーションを セールスプロモーションを任されたらどうするのかっていう話があったんですけどそれ今でもその何て言うんですかねそのこういうことをやりたいっていうのは変わっていないのかなっていうのをぜひ伺ってあまあだからそういう立場にもしなるんだったら僕はそうだと思いましたねやると思いますまあなんかいくつかあるんですけど本の中で書いたのは僕が多分出すんだったらミニアルバムでやっていくだろうなって話をしたんですよねミニアルバムあのもう多分10曲入りとか12曲入りとかであの1時間近くを聴かせる っていうよりもやっぱり多分ですね。あの45曲ぐらい本当にい曲だけをあのセットにして1000で売るっていうのが、やっぱり僕日本の cd が売れなくなった。大きな原因って、やっぱり価格はあると思うんですよね。価格っていうのは音楽のなんだろう。相対的なものっていうよりも絶対的なものではなく、なんかあの他との娯楽とかの比較で。 3000円の CD と980円で売られてるこの映画の DVD どっち買うみたいなものだったりとか、はい、無料でできるソーシャルゲームと3000円のアルバム CD どっち買うみたいなその中でやっぱお本当に音楽が好きで買う人は3000円も買うけれども、はい、でもそんな人は多分どっちかというとどんな価格になっても買うというかでもそのコア以外の人をどうお客さんをとして連れてくるのかっていうのは重要だった時に、はい、まあ僕自身もやっぱり自分の経験としてあこの。 ちょっと興味はあるけども要するに絶対にこのアーティストは出せば絶対買うっていうのはありますよ3000円でも5000円でも買いますけどこの興味あるけどどうしようかなみたいな当落線上のアーティストっていうのが300円なのか1500円かっまやっぱ衝動的に出せる金額そうなんですよねでやっぱりそれは他との比較で僕らやっぱり選んでいるしでまあアマゾンなんかだったら変な話ですけども1500円で買えちゃうわけですよね1000円ちょっととかでだったら洋楽聞くよってなっちゃうんで実はその内外価格差みたいなものも実は 日本のの音楽業界ななすごくく大きっってるのかなってるかいう時にそこを埋める方法としては5曲で1,000円みたいなミニアルバムっていうのはいいなっていうのとあとはまあこれも,うこれもなんかしょうもない話かもしれないですけどやっぱり人間って音楽とかをちゃんと集中して聴ける時間って。 時間ないいらしんですよね本当に没頭して聴こうと思ったらせいぜいやっぱ四十数分が限界でだから LP って実はすごい良かったんですよ23分十三分でっていうのが裏表でそう裏表で少しブレイクもできるしだからんかアーティストとかがねどんどん曲をいっぱい入れたくなるっていうのは分かるんですけどやっぱりトータル60分とかを超えちゃったりとか70分みたいな対策って結構疲れちゃうとでもそれよりも音楽っていうのは反復芸術だからとにかく本当にいい曲を何度も聴かせるっていう意味の単位としては 実はミニアルバムっていいいいうのがいいんじゃないかなか<ー>音楽配信なんかで一曲一曲売ることができてみんな一曲買う時代になったけども、えー、それでもやっぱりアルバムを作りたいってやってる人は多いじゃないですか、はい、僕はやっぱりアルバム好きだから、えー、シャッフルで聴くよりやっぱ流れで聴きたい流れも重視しつつ、うん、まあ疲れず聴けるっていうののの意味では結構ミニアルバムっていう単位がいいんじゃないかなっていうのは個人的にはちょっと思ってて、ね、僕がやるならそういうふうにしようかなみたいなそれにソーシャルメディアをいろいろ組み合わせてやるかなと思ってますね。 いいですね、ミニアルバム流通どうですかね、この1000円っていうアルバムで円とあ,はあ本当ですか、<laughs> ぜひ1000円の,の,あのミニアルバムもあの沖縄レコード商事の,あの卸を担当されているあの流通を担当されているんですけど。のこのこの 1, 枚い うん、そこら辺はだからもう主体的な話ですよね自分たちがどう,、はい、どういうその200円を削るか削らないかでどれだけ届く人が違うのかっていうのも,もうそれを自分のたちの責任で判断していくしかないと思うんですねな、ね、なかなか織り込まずにそのままの感じでやっている人が多くてその事前の段階で考えない人もなかなか多くてですね。うんうん それを織り込んでこの価格っていうのだったらわかるんですけど、うん、結構それがまだ浸透してない感じがします、うんまあでもそれの価格を決めるのも僕はニューミドル緑の仕事だと思いますね、うん、これからのね。宮城さん、またあのあの「ラブウェブ」とかであのアーティストに伝えたいことあのプロモーションのタイミングとかってあるでしょ。あのまあ、流通を通をすんであればっていうルールーが あるしで、えっと、アーティストが自分でプロモーションするんだったらっていうところの,、まあ、あのいろんなパターンがあると思いますので、まあ、そこら辺ちょっと参考にしていただければなというふうに思いました。じゃあ他にあとね、本当に1問ぐらいしか質問あの<あ>すいません。えっとね、じゃああとお二方あったと思うんで、じゃあそのお二方、答えていいですか。はい あのジャンルの話なんですけども今、えーこの、今日一緒に来ているランジーというバンドがですね、えー、とジャンル的にはあのスクリームっていうジャンルになると思うんですけど、ね、スクリームロックっていう。はい、でただあの日本の中では幸、はい、田さんとかもよくご存知だと思うんですけどスクリームっていうジャンルがなかなか。 浸透してなで特にあのちょっと今売り方で考えてるのがあのまあ一つの考えなんですけどもその本土で結構シェアとして持ってるメロコアっていう、はい、部分に乗っかった方がいいのかそれかもう今後もそのスクリームっていう形で押していった方がいいのか、はい、また違う名前を使ったらいいのか。 その部分の中で、はい、ちょっとまあ彼女たちもいろいろ考えてる部分があるもんで、はい、その点に関してちょっと教えていただきたいな、あのー、多分海外の,、まあそのコアなスクリーンモみたいな音楽でいうと、うん、実はあのこのセラバンドさっき言ったセラバンドであのエレクトリック・イール・ショックっていうバンドがセラバンドでまさにファンンディングに成功してるんですよね、はい、だからあの日本だとどっちかというとやっぱコアなあのバンドっていう捉えられ方をしてるんだと思うんですけど。はい 逆に海外だったらコアなバンドがすごく受けられる土壌もあるし、はい、でそれがもうある意味こういうウェブサイトを通じても成功しているのであのそういう海外でスクリームでやっていくって戦略僕すごく正しいと思うしでその受け,入れる土受け入れられる土壌も100%で出ましたけどファンディングに成功しているんですよ、これでなるほど5万ドル集めてるので、うん。うん、でそういうい多分 おそそらくうういう女,、はい、女子だけのガールズバンドのスクリーンみたいなもの自体が多分日本初ていうだけでフックがたくさんあるしそういう意味でのこういうところで、ね、登録してやれる可能性って結構すごくあるんじゃないかなとそ,れ多分そういう時にすごく PV とかを、ね、凝って形にして YouTube とかを使ってあのそれと一緒にやっぱセットで展開していくと、はい、多分海外とかですごく受ける可能性もあるし。はい まあそこのある意味テス,テ,ィンテストになりますよねこういうサイトにやってどれだけ集まるのかっていうとそ,う、ね、そこのマーケにもなるし僕はそこはだからあのいいです、ねまあ、だとあとは日本でどうするのかっていうのも、うん、まああのそれはやっぱりでももう本人たちがその一番やりたいのがスクリームだったらじゃあそれを日本でもやった方がいいのかどうなのかっていうのもあのメロコアでやったのがいいのかってあるんでしょうけどこういうのとやっぱいいのってアメリカで成功したらアメリカで。 やったものがある来日的なね逆輸入的なものっていうのをすごく仕掛けやすいじゃないですかプロモーションとして。なんかそういう戦略を取るっていう意味でも取りやすいなっていう意味で言うと特にやっぱりガールズバンドってあるしすごくさっきジャケット見せてもらったら全員着物ですごく面白いしなんか本当にビジュアルイメージとその音で海外で話題になってそれを日本に逆輸入みたいな方が あの、可能性がいっぱい見えてくるんじゃないかなと思います、ね。ああ、素晴らしいです。はい、ありがとうございます。藤山で。着物で編みタイツみたいな。うん、ス複利もって感じで、頑張ってください。うんはい、ありがとうございます。さあ、はい、えっと、ラストの質問です。いません。あちらです,あす。すいませんね。お時間が本当に。 本当はねもっといっぱい喋りたいですけどね,で,ねまあでも懇親会もあるんですよ、ね、あ,ありますし,、はい、し,あしじゃあすいません一問よろしくい、あのー、いまますすよろしししくおお願願、あのー、ツイッターのことなんですけれどもツイッターで私ミュージシャンの,あの友人がよくライブインフォメーションを送ってくるんですけれども、うん、そういうのがいっぱいになるとですねだんだんこう情報がそういうものに固まっている傾向があると思うんです。うん、で それ発信者になった場合にそれ自分たちの活動っていうのをどういうふうに効果的に発信した方がいいのかなというちょっと疑問がありましてそれ何かアドバイスがあればかなまん例えばやっぱバンドをやってる活動で対バンしたりとかでなんか仲良くなってお互いにそのライブに行き合ってまあ動員を、はい、<laughs> ノルマとかをみたいなっていう関係あると思うんですけどそれまあツイッターとかでもやりやすいと思うんですよね。あの いろんなお互いのライブを宣伝し合ったりっていうのもあとあるんですけどあともう一つ僕ある可能性としてあるのは自分がやっぱりかったものをレコメントしていくっていうのがありだと思うんですよね、はい、それは読んだ漫画がすげえ面白かった今見てるドラマがこれが面白いとかこの本すごく良かったもちろん音楽でもそうだみたいなものって、はいまあ、結構 Twitter で自分がフォローしてて自分が好きな人をおすすめしてるのって。 やっぱり読みたたたたたくくななっっっりりすするんですよねテレビだったら見たくなったりとかそこの本当に自分が好きなものみたいなものを、はいあのー、お互いに紹介し合うような文化があってそうするとあ,ある種の評論家というか、まあ、要するにやっぱりプロですよねすごく音楽とかちゃんとミュージシャンをやってるような目から見てこういうものがあるのかっていうもののその目利きみたいなのを見たい人がどんどんフォロワーが増えていって。うん でそれでそういうのの情報を見てたんだけどあでもこの人がやってる音楽も聴いてみたいみたいになって、うん、あじゃあライブ行ってみようみたいになったりする可能性もあるので一番多分だから、あのー、本当にでクリエーターってやっぱりその、ね、音楽だけ聴くわけじゃなくてすごく漫画が好きなミュージシャンがいたりとかお笑いが好きなミュージシャンがいたりとか、うん、その辺ってクロスオーバーになっていくじゃないですか。そういういところでのの個人の もうある種の、ね、ネタバラシになっちゃうようなところもあるのでミュージシャンからしてみるとちょっとそのミステリアスな戦略を取れなくなるっていう、まあ、弊害はあるっちゃあるんですけどでもまあソーシャルメディアっていうところに行くんだったらそういう自分のそういう見てるものとか感性みたいなものを全部もうなだな出すことによって興味っていうのが生まれてくるのでそういうことをしていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。であととついでに言うと さっきのミドルマンの話で実は「サバイバル音楽論で」で松木君とあの電子版で対談した時に「まあ、ミドルマンニューミドルマン必要でしょう」と「津田さん私も僕もその必要を感じてんだけどでも津田さんとか牧村さんが言うほどそんなニューミドルマンって簡単に見つかんないんだ」っていう話になったんですよ。 彼にすごくゲームとかを教えてくれるすごい彼のファンが出てきて、はい、なんかプレイステーション3とゲームごとくれるみたいな<ー> <laughs> そんなファンが出てきたんですね、はい。でそれで教えてもらったあのゲームですごくインアスパイアされて新しい作品作ったりとかしてて<ー>。なんかそういうい でもそ,れその話を聞くとその彼がミドルマンなんじゃないって話をしたんですよ。とかあとは場,合場面場面によってエージェンシーのようにミドルマンが変わっていったり、はい、ジャンルごとにミドルマンが変わっていったりもしかしたら全然音楽業界と違うところからミドルマンを探していったりとか、うん、あのそういうような形で考えていくといいんじゃないかなみたいな話があったんでだからあの音楽業界だけではなくてでミドルマンは別に1人である必要もないので,、はい、でそういう中で。 あのお互い刺激を与え合ってでちゃんと利益が出たらシェアしましょうねっていうようなそういう取り決めだけしておけばなんかいいんじゃないかなっていうふうに僕なんかは今、思ってますね。なるほどですすねありがとうございます、はい、音楽専門じゃないけどネットにめちゃめちゃ強いミドルマンとか、うんまあ、それでやっぱり好きな人ですよね自分のことを本当に好きでいてくれる人っていうのをどう獲得してその人にミドルマンになってもらうかっていうことを、はい、考えるのがいいかなと思います、ねなるほど。ありがとうございました、はい 彼はあのキハチさんですよハチっていう、はい、あのバンドをこうやって頑張ってますてよろしくお願いします。さあということで本当にねあの津田さんにはいろいろ、ね、お伺いしたいこともたくさんあってもっともっと、ね、あの聞きたいことも皆さんもたくさんおありだったと思うんですけれども、えっと、このあ、えっと。 今日、ね、ここはちょっとあの5時までしか借りてなくてですねあのこの後19時から園、えっと、沖縄っていうところで、えっと、交流会の方えっを、と、行う予定です。で一応、あの昨日までの申し込みということで一応あのお申し込みいただいているんですけれども上限56人プラスできるかなっていう一応状況な感じなのでどうしてもっていう方はぜひ参加したいっていう方はです、ね、ぜひねってあのあ あちらあのうちのスタッフがいるんでお声掛けいただいてあの探したいっていう旨をですねお申し出いただけるとぜひまたこの19時から園沖川であの投稿展開したいなというふうに思っております。お結果的にお300行ってあでも4000人近く来ましたね。そうですね。あよかったよかった。ね4000人来ました。うん、ありがとうございます。 いや平日のね午後でこの数字はすごい立派だと思いますよ。はい、本当ですか。うん、ありがとうございます。やっぱりね津田さんのツイートからもういきなり150人200人ぐらいあのガーンと上がっている感じなんで、はい、ぜひあのそこら辺の津田さんにもね沖縄音楽のそのニューミドルマになっていただいてですね。<laughs> すね時々あの、うん、つぶやいていただければなというふうにも思っております。はいえー、今日は本当にあのねいろいろお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。 津田大輔さんでしたどうもありがとうございます。あますさあえっ、ー、と皆さん本当にあの長時間あのー、貴重なお時間をあの捧いてこの講演会に参加していただきまして誠にありがとうございました。一つだけあのインフォメーションさせてくださいえっ、ー、と先ほどこちらにもですね来てますけれどもえっ、ー、と沖縄県では3月の16日金曜日から3月の18日、えー、日曜日まで えー、沖縄国際アジア音楽祭ミュージックス、えー、開催の予定ですで、えー、っと今回ですねあの津田さんのね、えー、いろいろカンファレンスがあったりするんですけれども津田さんのカンファレンスも実はあります3月の16日、えー、沖縄市民衝撃場アシびな15時半から21時まで、えー、っとまた、えー、っと津田さん、えー、っと3月の16日にそのミュージックスでもあの来られて、えー、ご講演、えー、なさるということなのでぜひこれをあのー 点にしないであの線でつないでいくためにも次の講演会まで何とか津田さんと僕はつながっていたいなというふうにも思いますしあの断るたんびにというか時々ちょっとツイートもしていただきたいなというふうにも思っていますので3月の16日、えーえー、金曜日そして、えー、と3月の18日まで,で、えー、ミュージックカンファレンスなんですがもっと、ね、あのいろんなアーティストも、えー、来てくれましてマーティフリーロマン ねえが来てえっと公開えっ、ー、とリスえー、なんだっけデモリスニングだえー、というねバンドのクリニック的なあのー、カンファレンスもありますまあその他えっ、ー、と沖縄市を中心にしてえっ、ー、と茶団町そして、えー、那覇のえっ、ー、と三つのエリアでえっ、ー、と三日間にわたってえっ、ー、と開催される、えー、音楽祭ですえー、詳しくはですねえっ、ー、とミュージックスのホームページそしてえっ、ー、と沖縄ラブウェブでもあの特設コーナーを作ってますのでえー、そちらの方であの情報の方をですねあのチェックしていただくのとあと ぜひですねあのこの、えっと、ライブに参加したいという方はです、ねあの、ぜひぜひあの後ろに、あのーね、実行委員の方もいらっしゃいますので問い合わせをリアルに、ね、あのやっていただけるのもいいかなと思います。ちょっと立ってください、ミュージックマン、はいはいえっと、か彼ですので、えっと、いろいろあの何か問い合わせがあったら今、リアルであの聞いてみてください。さあ、えー、というわけで で、えー、まあ三時間にわたって行ってきました。えっ、ー、と沖縄音楽活用型ビジネスモデル創出事業、えー、講演会。えー、津田、えー、大輔さんと、えー、沖縄音楽をツイートということで、えー、やってきました。えっ、ー、とちなみにこのえっ、ー、と弊社は沖縄ラブウェブっていうのを一つの沖縄音楽のえっ、ー、とポータルを作っていこうかなというふうに思ってます。で、えっ、ー、と今日お集まりの皆さんだったりとか沖縄の音楽の携わっている皆さんの例えばえっ、ー、とコアのファンが三百人いる。 ととするとそのアーティストが100人集まると3万人になりますよね。で、えっと、今沖縄ラブウェブの,そのえっと関連の,あの読者っていうのがえっと2,000人ぐらいいるんですよ。えっと、ブブロログももややっっててるるしアメブロもやってるしでその2,000人もシェアしながら各々のアーティストをえっとここに集まっていただいてみんなでシェアをして沖縄音楽っていう一つの何て言うか 音楽ステーションみたいなことを作っていい音楽を作ったらここでプロモーションをしてどんどんこうナイスパスを送るっていうようなこともやっていきたいなというふうにも思ってますし今日はあは津田さんからお話をお伺いしたこのファンドの、ねえっと、システムっていうのもこう取り入れられるのかどうかとかっていうこともまた挑戦していきたいなというふうに思ってますのでぜひとも皆さんの力で、えっと、沖縄音楽クリエイティブの世界を、えっと、盛り上げていきたいなというふうに思っております。えっと、ままたた次回、えー、こういうい形で しようと思ってますのでその時はぜひご協力ください、えー、本日は長時間、えー、ありがとうございました